はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、2人目の S ランク選手作れましたよ。ということでね、まあ制服潔ですね。まあバチラで、レベル65のバチラで S が作れたので、まあ貫突制服潔だったらやってれば行くだろうなとは思いましたが、まあやっとできましたね。はい、こんな感じできた、潔に関してはこんな感じですね。スタミナが、2600、まあほぼ700で A、スピードが3700で S プラス、フィジカルが、まあ、ほぼ3000で A プラス、テクニックが、4200、まあ、4300で、なんかみんなほぼ4300とか、なんかあれだな。99やら91やら、まあ、SS。で、賢さが、2700で A、キックが、3100で S という感じですね。で、スキルに関しては金が1個、2個、3個、4個という感じですね。育成時の編成に関しては、一応こんな感じですね。国神65、ニコ65、ちぎり55、三笘55、フレンドが100なぎ、SSR が、逆転出動40と怪物20と、原石度も80という感じですね。はい、これに関してはね、どこのポジションで使いたいとか、どういうスキルを狙って取りたいとかはあまり考えずに、とりあえず S 作ってみようぐらいの感じで作ったので、サポートに関してもね、まあ、手持ちでレベル高い2人をねじ込んだ上に、まあね、練習試合ボーナスを優先して組んでみたぐらいの感じですかね。まあこれであれば査定は伸びるよねっていう、まあ、ただ査定伸びても強いかどうかがちょっとまだ、なんとも言えないところではあるんですけどね、これな、この、潔に関しては。で、もともと使ってた A プラスの潔が、こちらなんですが、まあ、こちらに関してはね、バローのね、シュート名人つけて、もともとフォワードで使うつもりで、作ってたので、まあ、シュートの鬼、シュート名人、シュート上手とかね、この辺のシュート関連のスキルを一通り取っていますよとか、そんな感じですね。まあ、金スキルが3つなんで、うんって感じもあるんだけど、まあただね、キックが、SS いっていて、まあテクニック S プラス、まあスタミナが少し低いのは不安だけど、とか、そんな感じですね。まあただ、フォワードに関してはね、以前検証した、賢さに関する話で言うと、賢さね、フォワード高い方が、チーム全体の得点力は上がるのかなという話があったので、まあもうちょっとね、やっぱり賢さ盛りたいかなとかね。まあでも俺の場合ストライカーの方の潔はまだレベル55なので、やっぱりね、全体的に低くなっちゃうんだよね、ステータスが。スタートの数値から低いからね。だからまあやっぱりしばらくはね、制服潔なんじゃないかなと思ってたりはしますね。他に、S 目指す過程でできたキャラで言うと、このキャラはね、ちょっとスピードがもうちょっと漏れてたらね、なんか、使ってみてもいいかなと思ったりしたんですが、まあ、ちょっとね、やっぱテクニックの方が高くなっちゃうっていうことで、スピードでドリブルしてくれないから微妙かなというとこですね。こっちは、これもまあやっぱり、テクニック寄りになっていて、まあ、少しね伸び悩んでいる感じのキャラですかね。で、こっちはなんかステータスはね、すげえバランスよくというかね、なんか S がね、S 以上が4つあるよとかって思ったんだけど、なんとね、金スキルが2個しか取れてないということで、まあこれはあれか、でも SSR の、手に入る前に作ってたやつかな。だからね、これがね、ちょっと、この時ぐらいのステータスの伸びを SSR 手に入れてからやってくれたら、まあもうちょっと強いというか、まあ少なくとも査定が上の潔ができるのかなとか思ったりはしたんですけどね。っていう感じで、とりあえず、まあ、二人目の S を作れましたね。あとね、なんだっけ、こっちか。この潔がね、一応テクニックよりもスピード高くして作れた潔だったんですよ、以前に作ったやつで。で、スピードでちゃんとドリブルしてくれるねって言ってたんだけど、何度か練習試合試したら、これ、ビギが発動すると、キックとテクニック増加するってなってるんですけど、ビギが発動した瞬間にテクニックでドリブルするようになっちゃって、違うんだよっていうね。スピードで勝負してくれればテクニック高いやつに出し抜けるのにっていうね、
感じで、ちょっとこの潔はね、むしろビギついてない方が強かったっていう話があって。まあだからね、スピード型作るときはね、ナギ使わない方がいいかもしんないんだけど、でもね、やっぱ100ナギじゃないとね、ステータス全体的に漏れないっていう部分もあるから、まあライチと変えたりするのかな、どうなんだろう。ちょっとね、まあスピード寄りのね、キャラを作りたいときにはね、ビギがね、マイナスだなとかっていうのを感じたりはしましたね、このキャラに関しては。まあとりあえず今回できた S の潔に関してはどうなんだろうな。これ全然スキルの組み合わせとかを意識して作ってはいないので、まあとりあえずあれかな、査定優先ってことで入れ替えてみようか。これでチームの全体的な能力としてはどれぐらいまでいくんだろう。ああ、11万8千までいきますね。オッケーオッケー。はい、という感じでね、まあ2人目のS 選手作れましたよという感じの動画ですね。で、ちぎびに関しては前回も言ったけど、まあ、おそらく斬鉄とかね、スピード型のキャラがね、加わってからの方が、っていうかまあスピード型のね、キャラクター増えたらそっちをサポートに加えて作り直すと思うので、今ね記録を狙うってもちょっとやり直しそうだなということで、まあチーリは育成し直して保留かなと思っていて、まあ同じ理由でね、ライチとかもトキミツとかフィジカル系がね増えたら作り直すと思うので、まあライチ、チギリのねディフェンス組はね、作り直すタイミングとしては今じゃないのかなと思っていて、まあそうなるとね、バローかな。まあバローはバローでね、フィジカル型で作ってみたいような気もするんだけど、とりあえず次はね、バローの S を目指してみようかなとか思いながら、育てて、育成していこうかなと思っています。まあただ、直近でね、どのキャラ育成するかっていうと、バレンタインのやつね、今村のやつだけちょっとスルーしてて終わってないので、まあ、今村をねちょっと A プラス目指して育ててみようかなと思ってるとこですね。で今村に関しては、今まではね星さん以外は育てる余裕もなかったし育てても意味ないなと思っていたんですが、ちょっとね育成素材の方に関してはある程度ね、配布というか緩和とかが入って、余裕ができてるので、まぁ、ちょっとステーキは使いたくないにしても、まぁ、カレーぐらいまでだったら、使ってしまってもいいのかなと思っていて、まぁ、ただ59つの中途半端だよね。まぁ、ステーキ使ってまでって感じはするんだけど、まあでも A プラス目指すときにね、ちょっと素のステータスある程度底上げしないとね、何度もやるスタミナの方がもったいない説はあるから、まあ納豆とかね、9800個もあるわけだし、別に納豆だったらもういくらでも使ってくれて構わんなと、1700とかでも。結局、星さんの新キャラ引けたときに50まで上げれないとかってなると問題だけど、そうね、餃子とかもね、今まで足りなくなりがちだったけど、今だと1000個超えてるので、まあ273とか言われても、いいかなとかね、なってるので、まあ、とりあえずね、ちょっと今村レベル59まで上げて、ちなみに60に上げると増えるのは、練習時スピードアップか。まあ、あれだね。サポートに使うことはないだろうから、まあ、あんま関係ないかなとなると、一応ステーキだけは温存して、59まで上げちゃおっか、今村。他の素材はね、構わないかなと思うので、これで、あ、スペシャルレクチャージボーナスなんかつくんだ。へぇー、まあいいや。やったー、いいぞ。はい、というわけで、まあじゃあ次はね、A プラス今村でね、やってみようかなと思ってたりしますって感じかな。まああと S を目指すのはバローで、やってみようかなという感じですね。で、潔のパートナーの新しい称号が手に入りましたよということで、まあせっかくだから変えておくか。といったとこですかね。うん。これはあれか、レオのやつで、ジェムがもらえてると。
ちなみに今ね、図鑑の信頼度に関しては、潔はもうマックスになっちゃってるんだよね。で、バチラが19止まり、20でもらえるのは称号なので、もうすでにジェムの回収は済んでるって感じですね。国神13、ちぎりも19までいってるってことは、もう3人はね、回収終わってるんだね、ジェムは。で、クオンが0。ライチも18だから次を回収したらジェムの回収的には終了なのかな。今村1、ガガマル15、ナルハヤ0、イエモンが1、イガグリ7、キラ0、バロー9、大川響き0、ニコが10、ワニマ兄0、ワニマ弟1、ナギが16、レオが6、ミトマが10って感じですね。まあ星3が出てないキャラについては、特に進めてはいないんですが、今村とかが1になってんのはこれあれだな、前に動画でガチャから単発ガチャで引いた選手ライブ配信で育てようってやった時に育てたのが関係してるのかなって感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。